言われるまでもねえ。うちはもう始めてる。防御はこれから半年、自由行動を取らせてもらうぜ。だがそれ以上のところはわからない。あまり役に立たなかったようだな。だが禁術の呪いならば、努力すれば何にでもなれると行動で証明してきた。王子は石像に姿を変えて眠りにつき、なぜか私は鳥の姿になっていた。イボン出身、黒の防御所属。好きなことは強い敵と生死をかけた血みどろの戦いをすることです。命がけっていい言葉だよね。じゃあ明日城下町にショッピングに行きましょう。あなたもね。仕送りもいいけど全部送っちゃダメよ。少しは自分のために使いなさい。よくぞ手に入れたね。この魔法がおそらくあのダンジョンの最重要遺物だ。ノゼル君に言われなかったの？それはね、口に出してはいけないんだ。呪われてしまうから。誰がアスタとお付き合いしてるの？さっきもこれが最後の一個だったのよ。勝手に入ってくるとも言うけどね。お疲れお疲れ。いいチームプレーだったな。見事なおとり役ご苦労さん。あふふふ、楽しみだな。君が相手ならついに最高の一枚をかけるかも。この温泉の需要競争効果は我が国随一だが、誰も入ろうとする者はおらず、常に貸し切り状態。穴場中の穴場だ。魔法騎士団ってところをアピールしなきゃね。なんたって魔法騎士団はクローバー王国のみんなの憧れなんだから。そう念じるだけでそいつは全ての命令を守る。自分の使い魔として君の力になる。それこそが君が選ぶべき最強への道だ。王族が下民をライバルと認めるだと？悪魔ってのはどいつもこいつもクズなんだ。だから俺一人で全て殺す。その少年は魔法帝ユリウス殿がこの場にいることを許したものだ。待ってるよ。いつまでも。ダイヤモンドが平和な国になったら一緒に世界を見に行こうね。あれ、みんなまだ寝てるの？そろそろ出発の時間じゃないの？戦いには協力します。ですがあれだけのことをしでかした私がいつまでも金色の団長でいるのは団員たちに示しがつきません。さあ我が天使マリー、喧嘩しなかったお兄ちゃんを褒めておくれ。俺の女神マリーよ、お兄ちゃんはお前を海へ連れて行きたかったよ。できるだけ早く戻ってきてください。お前たちそんなこと直接聞くのは魔法帝に失礼だろ。いいか、魔法帝とは気高い心を持ち。ふっは、おやおや、こんな場所に。ブラックマーケットはあなた方のような美しいレディーが来る場所じゃない。ふっは、四つ葉のグリモワールを持ったからって祭り上げられ図に乗っている下民がな。ロロペチカちゃん、横にいる雑魚たちもそんなに固くなんなくて大丈夫だから。かけ、任せとけ。団員のやつらどう裂いてやろうか考えただけでもうずくぜ。罠だろうがなんだろうが、ラデス、礼を言うべきなのかな。償いの機会を与えてくれた。少しでも戦いに専念するために荷物を切るべきだ。だがお前は切らない。ああ、不完全とはいえ何百年ぶりの自分の体です。やっぱりいいものですね。魔女王の作ったこの傀儡の血潮の効能を封じた薬、これを長命の薬と偽って国王に飲ませ。ゴードン、グレイ、ゴーシュー、僕は君たちのことを知っているよ。でも相手するの面倒だね。歩くのすっごく面倒。やっぱやめとくわ。思わずクリモワールの魔法を。これはつい。私の魔法を受けていながら形を保つか。どうやら断りに干渉できる魔法を使える者がいるな。わかる。もう少し、あと10歩。そんな、姉さんのせいじゃないっす。私も全然役に立てなくて。そこに僕ら人間の魔道具の技術を合わせれば。アスタは最後に取っとこうかな。作ろうとしてる魔道具は魔力アップ系だし、アスタは魔力ないからね。
ついたただの子供が怖いわけないじゃん。それも魔力のないか弱い悪魔の調査を行うためハート王国へと赴きました。皆さんには報告が行っていると思いますが、改めて実の兄を殺そうとし、その後輩にやられ、親にその弁明をさせている最中に自国の王を殺めようとした。父さんもさぞ僕に失望しているでしょうね。こんなの私らしくないし、結局家にいる兄弟たちのことが気になってるし。白夜の魔眼はこの森にあるという魔石を狙っていたようなのですが、何かご存知ですか？そんなところ歩いているあなたが悪いのよ。逃げ帰ってもなければ餌食にもなってないわよ。恋バナというやつですね。ぜひ教えてください。ところでご用件は何なのでしょう？私の呪いがどうかしましたか？ファンゼル先生、お待たせしました。それがそのドミナさんはもしかしたらお亡くなりになっているのかもしれません。わっわしゃちーっと目がよくての、どうするんじゃ、王国のためにも欲しいんじゃろ魔石。ほんとね、そうだね。アイドルってね、歌って踊って魔法も使える人気者ってこと。ユマも子供みたい。でもそんなところが可愛いのよね。んにゃー、照れちゃって。そんなところがますます可愛い。どうしましょうノエルさん。あの私、アスタさんを見てると胸が苦しくなって、あの日からアスタさんのことばかり考えていて。ハードルが上がりすぎるとろくな目に遭わないからね。部下が一瞬で乗されちゃったよ。強いね。クローバー王国から入国許可の申請が。わかりました、失礼しました。女王のもとへご案内します。ああ、それでいい。アスタ男だぜ。もちろんだぜ。だが100倍に増やしてからな。どのみち人間は全員殺すからあまり関係なかったわ。空間魔法を使う人と。きっと大丈夫、私はお兄ちゃん信じてるから。なんて美しい涙、そして美しい笑顔。あれがみんなが噂してた怪人の女神か。惚れた。兄ちゃんと僕が子供たちをさらって魔力を奪ったことは事実だ。兄ちゃんの分も僕は罪を償おうと思う。その魔石は装着者の魔力を高める魔道具の一種だが。貴様ら虫けらの分際でよくも我が友を。許さねえ。蟻のように踏みつぶし蝶の羽をむしるように八つ咲きにしてやる。ああ、さあさあどうぞどうぞ。野もいも料理、せめてものお礼です。冷めてしまいましたがたくさん食べてください。じゃあお母さんの炎魔法とあなたの空間魔法の力を少しお借りしますね。噂では人々を攻撃した者たちは悪魔に操られ恐るべき力を得ていたとか。なるほど、そういう事情でここに来てるのね。いや、うちのヤドロクって外で大っぴらに働けないでしょ。一応お尋ね者だから。もちろんです。できる限りのことはいたします。それが俺の戦い方なんだよ。てめえみてえな筋肉バカとはここの使い方が違うんだ。魔法で化ければ魔力で気づかれると思い、わざわざ小汚い格好に変装したというのに。少し前までは魔法騎士団で鎖魔法のレブチとして多少名を知られてたんだがね。戦火から無事戻ってきたのにまた王都に。一体魔法議会があの子に何の用だっていうのかね。今日の議題は私にも関係があるということで会議への参加を要請されたのだ。そうっすよね。マグナ先輩も仕送りするんすか？その時にフィンラルさんが頑張ってランギルスさんを止めたのよ。いいのよ、私と結婚してもリヒトはみんなのリヒトだもの。やめねえよ、てめえら人間が全員くたばるまでな。だいたい俺はランドールなんかじゃねえし。ノエルに負けるなんて情けないわね、ソリド。ま、油断してたんでしょうけど。